はい、皆様こんばんは、カズチューブです。さて、ゲーム後の談話バージョンです。今日も中島監督だけです。会見は2分ちょっとの短いものだったんですが、まず、序盤の、リードされていた大量リードっていうのが響きましたかねという質問に対しては、うーんと言った後、見た通りですねと。で、山岡君の出来をどうご覧になりましたかという質問に対しても、これもうーんと言った後、見た通りですねと、ということだったんですけども。で、打線の方としてはね、よく大量点を追いかけるという中でね、よく追いかけてくれた方だと思いますと。よく打ってくれたと。ただ、強いて言うなら4回の、ノーアウト2塁3塁という場面かな。増田さんがヒットを打って西野君のツーベースでノーアウト2塁3塁で、でその後結局、3人が凡退して点が入れなかったシーンがあったんだけども、そこに関して言うと、3人がそれぞれこう、狙ったバッティングではなかったと思うんでねと、その辺が、ちょっともったいなかったなということでしたね。で、本来はそういうバッティングができる3人ではあると思うんだけどという話をね、してくれましたけどもね、監督はね。ただそういうところで、やっぱりこう大量失点の中でリードがかなりリードされていたという状況だったんでね、どうしてもバッターとしてはこう一気にこう行ってしまおうという思いが強いと思う。だからあそこを一点一点という思いで行ってくれたらよかったんだろうけどもということを監督おっしゃってましたね。その辺は、僕らがこう言い続けていかないといけないしということではありましたけどもね。で、今日の失点の仕方が、ホームラン、山口君に3本打たれて、角中君にもホームラン打たれてという中で、ホームランで9失点ですかというところで、その失点もそうなんですけど、やっぱりホームランというところはやっぱ防げるものなんで、その手の取られ方というところもね、やっぱりこう反省の材料だということを監督はおっしゃってました。今日のコメントはそんな感じかな。確かに今日ホームランで9失点だもんね。やっぱホームランは防げる、やはりその辺はキャッチャー出身の監督さんなんで、その辺の思いは強いんでしょうけどもね。でも監督の中では、そういう展開の中でもよく打線は追いかけた方だと思うということですね。確かにおっしゃる通りで、ヒットも14安打打ったのかな。もうちょっとこう序盤のチャンスで点差詰められていたら中でも変わっていたかもしれないけど、今日でもね、やっぱりこういい当たりとか結構ね、正面ついたりとか不運な部分もあったし、それがもう野球の流れっていうもんなんでしょうね。というわけで、監督の今日は談話をお伝えしました。じゃあまた頑張りましょう。